はいどうもデジマ研究所のですさあ今回なんですけども、えー、新しくなった Google AnalyticsGA4 でコンバージョン数を計測する方法こちらをやっていきたいと思います今回は初級編ということでとにかく何回コンバージョン数が発生したのかこちらが計測できれば OK という方のためにやっていきたいなと思います <music> はいでは早速作業をやっていきたいなと思うんですけどもまず今回用意していただきたいものは2つあります1つが、えー、あなたの、えー、ユーザーさんに実際にコンバージョンのアクションを取ってもらいたいためのページこちらをまず用意してくださいこちらが1つ目です例えばランディングページとかでお問い合わせをねもらうためのお問い合わせフォームがあるようなページもしくは、えー、決済ができるようなページですね決済ができるようなページ を用意してくださいこちらが一つ目ですね。コンバージョンアクションを取るためのページ。で2つ目がサンキューページです。はい、例えばこのような感じで、えー、あなたのユーザーさんですね、あなたのサイトに来たユーザーさんがコンバージョンアクションを取り終わった後ですね、取り終わった後にたど、えー、り着くページですね。お問い合わせありがとうございますとか、お申し込みありがとうございますのようなページを用意してください。それで 実際にこのランディングページから、えー、お申し込みがあったらこの3級ページに飛ぶというね、えー、こういった設定をしておいてください、はい、これができた前提で、えー、今から Google Analytics の方で、えー、コンバージョンの計測をするためのお設定をやっていきたいと思います、はい、ではですね Google Analytics4GA4 の画面に行きましょうこちらのですね左のメニューに設定というところがあります こちらをクリックします。はいそうすると、まずは左の上の方にイベントというメニューがあるので、イベントというところ、こちらですね、を開いてください。おそらくもう開いていると思います。えー、設定を開くと、すでにイベントの画面が開いていると思うんですが、念のためにイベントというところですね、のメニューに行ってください。でこちらでですね、えー、右上にイベントを作成というボタンがありますので、こちらをクリックしましょう。 はい、でこちらで、えっと、イベントの作成というのをまずして,していく必要があります、はい、右上の青い作成というボタンをクリックしましょう、はい、でこちらにまずカスタムイベント名というものをつけていくことになりますでこちらのイベント名なんですけどもできるだけ,け GA4 が推奨しているイベント名をつけるようにしてください でこちらの推奨イベントっていうのが基本的にはこちらポチッとクリックするといろいろ出てきてくれます。で、この,あのイベント名なんですが基本は英語です。はい。で、こちらどのようなものかと言いますとちょっと詳細のヘルプページをえー紹介したいと思います。こちらまた今回の動画の説明欄に貼っておきますのでそちらからも見ていただけたらと思うんですがこの GA4 の効力をというか GA4 の能力というか 力を最大限に発揮するためにはこの GA4 の推奨イベントというものを使って計測していくのをおすすめしております、はい、で今回ご紹介するのは大きく2つのイベントです特に GA4 を使い始めて間もない初心者さんの方がゴール設定をするというものは大きく2つかなと思っています1つ目が購入ですねパーチェイス あなたが売りたい商品が売れたときにイベントが発生してコンバージョンというふうに計測したいですよというこの購入を1つ目としておすすめしますもう1つ目ですね例えばお問い合わせとかお申し込みがあったときにコンバージョンとして計測したい場合こちらの場合ですねジェネレートリードというこちらのイベントがあります ここにも書いてあるように、ユーザーがお問い合わせフォームまたはリクエストを送信したときには、こちらを使ってねということで紹介されています。はいですので、えっと、購入の場合はこのパーチェイスを使い、その他のお問い合わせ完了とか、えー、何かお申し込み完了とか、そういった時を計測したい場合は、このジェネレートリードというものを使うことをお勧めします。はい ということで、ちょっともう一回アナリティクスに戻りますと、まずはカスタムイベント名というのを付けてあげる必要があります。はい。例えば、じゃあ今回はお問い合わせ完了を目標にしたいなと思うので、ここにジェネレートリードを選びたいと思います。ジェネレートリードはい。こちらで名前を付けてあげます。で、続きまして、一致する条件というところをえ埋めていくんですけども、どんな時に このジェネレートリードというイベントを発生させ、させたいかというところでやっていくんですが、はい、え、今からお伝えするように設定をしてみてください。まずはこちら、パラメータと書いてある、このイベントネーム、等しいと入ってあるところありますね。こちらについては、そのまま、一番右側にですね、えーイベあ、ごめんなさい、イベントネーム、等しいはそのままに置いておいていただきまして、一番右側の値というところだけ、えっと、ページ、 アンダーバー、ビューというものを入れてください。はい。イベントネーム、等しいはそのまま置いておいてもらって、一番右側にページビューという値を入れてください。で続きまして、えっと、どのページが見られたときに、このジェネレートリードというイベントを発生させるかというところで、条件をもう一つだけ追加してあげます。条件を追加を押してください。で続きまして、こちらですね。 例えば、お問い合わせが終わった後に、このような、お問い合わせありがとうございますとか、お申し込みありがとうございますのようなページに飛ばすときは、こちらのページが見られたときに、コンバージョンと計測してねということが言えると思うので、こちらのページにたどり着いた人を計測していきます。で、この場合なんですが、アナリティクスに戻ります。まず一番左のパラメータというところ、こちらは、 ページロケーションというものがありますはいページの場所だと思ってください。いどのページに来たときにのどのページにという意味だと思ってください。真ん中演算子のところは等しいでもいいんですけど念のために含むを僕はおすすめします。一番右側の値、こちらは,はいこの実際にお問い合わわせが終わった後のですねえお問い合わせが終わった後のページの URL をコピーしていただいて URL をそのまま、ペタッと、もう HTTPS から入れていただいて OK なので、このまま入れて OK です。で、ここまでできましたら、右上の作成をしてください。はい。で、そうすると、今作ったこの GenerateRead というものが、ここにできます。で、念のために今回この GenerateRead というこの文字をですね、あ、ここでもいいですね。この文字をちょっとコピーしておいてください。コピー。 ネレートリードというものをコピーしてください,、はい。ちょっとペケで戻りますね。で、ペケで戻ります。で、つ続きまして、えー、左のメニューのコンバージョンというところいってください。はい。で、さっきはイベントというところで、Google Analytics4、GA4 にどんなイベントを計測するのかというのをまずは、えー、設定しました。で、さらにそのイベントをコンバージョンとして計測してねっていうのは、さらにこのコンバージョンというところにも追加する必要があります。 でここではですね、右上の新しいコンバージョンイベントというところを押していただいて、ここですね、ここに先ほどコピーしたジェネレートリード、これを入れていただいて保存してください。そうすると、ジェネレートリードという、えー、イベントですね、先ほど設定したこの3級ーページに到達した人をジェネレートリードというイベントで計測するんですけども、それをコンバージョンとして 制約として計測してねという設定ができます。念のために一番右側ですね、コンバージョンとしてマークをつけるところに、チェックが青色でオンになっていることを確認してください。で、ここまでできたら、左のレポート、レポートというところ行ってみてください。はい、ここからリアルタイムというところ行ってみてください。 はい、リアルタイム来ます。そうすると、えー、この過去30分間のユーザーの動きを捉えてくれるあのレポートが出てくるんですけども、これを出した状態でですね、はい、下の方にイベント数とかコンバージョンというところが、えー、出てますが、これを状態、これが見える状態で、一旦ですね、えー、ご自身のこの3級ーページ、えー、再読み込みしていただくか、もしくはもう実際に、えっ、ー、とー、 ご自身のこのランディングページとかお問い合わせフォームから適当にあの送ってみてください。で、お申し込みを完了させてみてください。でこんな感じでサンキューページに到達とか、こんな感じでやってみてください。で、それを一応コンバージョンするイベントを発生してみて、でちょっと時間を置いてください。10秒、20秒、30秒ぐらいかな。ちょっと時間がかかるかもしれないです。 ちょっと時間がかかるかもしれないんですけども、あ、来ましたね、やっと来ました。はい、えっ、ー、と、ちょっと時間かかりましたけども、GenerateRead という先ほど設定したものが、このコンバージョンのところにちゃんと発生してくれました。同じくイベントというところですね、左のイベントというところにも、GenerateRead というのが発生してくれていると思います。はい、このような状態になれば、 今後あなたのウェブサイトに来た人でお問い合わせをしてくれた人とか購入をしてくれた人の購入回数とかお問い合わせ回数っていうのを計測できるようになります。ということでですね今回は新しくなった Google アナリティクス GA4 でコンバージョンの設定をしてコンバージョンが発生した数を計測する方法初級編ということで解説をしました。 はい。では、今回の動画は以上です。もしよかったら今回の動画良かったとよ、良かったよという方は、えー、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、デジマ研究所純次でした。